2021年いっぱいで河合塾を引退された森田先生、僕の今年の収入になるわけです。まあ大体年間150人ぐらいの生徒を抱えて、このユーテラでイベントをやっていきますから、ユーテラのオフィシャル文房具の販売なんかも今話が進んでおりますので。あ、パーカー作るんじゃなかった？そうパーカーは作ります。さて始まりました、むちゃチャンネル。さあ今回は、はい、平田ゼア。どうも、早稲田語学塾代表の平田です。よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、森田先生、はい、今日の動画ではですね、趣向を変えまして、普段とは、はい、森田先生の2022年のお仕事についてちょっと掘り下げたお話をしてみようかなと思ってるんですよね。そう、うん、掘ってください、はい。で、まあ、森田先生の、まあ、お仕事内容で、まあ、多分これをね、ご覧の視聴者の方々もよくご存知なところは、やっぱり武田塾関連ですよね。あれはね、はい、まあ、よくね、森田先生もお話しされてるし、こうルート作ったりとかもしているわけですからね。武田塾チャンネル出て、武田塾イングリッシュの本部だったりとか、まあ、国立校で、うん、武田塾のとかやったりはしてますね。そうですね、はい。で、森田先生のただ仕事っていくつかこう僕は軸があると思ってて、はい、まず、まあ、森田先生のお仕事その1、当たり前ですけど、はい、YouTuber 知ってましたか？知らない人いるのかな。で、まあ、2つ目がね、今申し上げたように武田塾界隈のお仕事であるということ、はいはい、そして3つ目は、何を隠そう、僕とたくさん仕事してるじゃないですか。そうですね。そうだから、まあ今日僕がここに出てきてるわけなんですけど、平さんの金貸しの仕事の、ね、そう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 、お手伝いを取り立てやってます。取り立てやってるね。そうね、顔怖いからね。うん、そうですね。森田先生が、まあ、僕と一緒にやっている仕事その1、やっぱ早稲号ですよね。ああ、はい、早稲田語学塾なんで、あ、そうだったみたいな感じになってんだよ。おい、しっかりしろ。そうそう、早稲田語学塾とはどういう塾なんですか？早稲田語学塾っていうのはお金を取り立てるんですね。お金5割の利息で。違うでしょ、違うでしょ。うちは統合だよ。古いな。何は金融とか統一なんだよ。うちは統一です。牛島くんのモノマネを全部やってたのに。あ、そうなんだ。気づいてなかった。全然いい、似てないからね。うちは東郷だよ。俺は野菜屋くわね。日本で唯一のね、第一志望は早稲田ですみたいな人たちのために作られた学習塾ですよっていうことでね。あ、はい、まあ、大体年間150人ぐらいの生徒を抱えて、うん、まあ、やっているうちの塾なわけですけど、まあ、そこでね、こう森田先生は英語科の講師として授業を担当してくれてるわけですよね、うんうん。1年いっぱいで河合塾を引退された森田先生の早稲田対策の講義が受けられるのは、なんと早稲号だけになってしまったっていうね。あ、まあ、あとは古いのが投資で流れて、古いのが投資で流れてますね。うちの塾に高2生とかから特にこう質問が来るのが、森田先生ってもう来年からいなくなるんですかとか言われる。あ、はいはいはい、そう、引退って言っちゃうからさ、はいはいはい、違いますと、うちにはいますっていうことなんだよね。それ勘弁してよみたいなとこね。まあ、うちの早稲田合格塾の事業ですよね、はい、うん、引き続きね、その仕事はこうやっていただくということで、次にYouTube のテラコラ。テラ。なんだテラコラって。なんだテラコラ。次に、YouTube のテラコや、ユーテラですよ。あ、はいはい。ユーテラやってるんですね。2021年から一緒にね、早稲田の法泉寺。はい、はい。あそこをもう工事に入らせていただいてね、始まっていって、うん、YouTube のテラコやってことですから、まあ、やっぱりいろんなこと発信していきたいと、うん。まあ、受験に役立つような勉強もやってみたり、一方で、ゆきお先生のように、まあ、結構社会人の方とかが楽しめるような世界史コンテンツをやってみたりって言ったところ。これをね、まあ、この2022年はより一層ね、こう成長させていきたいなというふうに思ってるわけですよ。なるほど。皆さん、早稲田法泉寺にお参りに来てくださいね。今年は早稲田法泉寺で月2回から、まあ、多い時は月3回ぐらいね、はい、撮影したりして、で、まあ、月々ね、前回合わせて、まあ、10本ぐらいは動画出せたらいいかなと思ってるんですよね、毎月ね。前回あるんですか？違います違います。ありそうかもしれないけど、週やっぱ4出せないとね、ちょっときついんですけど。毎月だって電子黒板代取り立ててる。違うじゃん、払わなきゃいけないのに。う、ね、そうなんですけどね、使ってなかったらもったいないでしょ。まあ、その辺はこう、うまくスケジューリングしながら、まあ、やっていこうかなというふうには思ってます。で、さらにちょっと新しい発表として、今年はですね、このユーテラでイベントをやっていきますから。おう、うん、このユーテラのイベントっていうのは、森田先生オフ会やってないですよね。やらないです、はい、唯一森鉄についでに僕にもですけど、直接会えるイベントにしようと思ってます。あ、そうなんだ。そう、もう法泉寺のご住職と、もうちょっとここで人を集めてイベントをやっていきたいですっていうのをもうすでに話をつけてあるんで、法泉寺のご住職もぜひぜひみたいな感じで、もう心よく OK いただいているんで、まあ、何かね、こううまい形でやっていきたいと思うんですが、まあ、これはいつから始めるかっていうのはちょっとまだね、コロナウイルスがまたちょっと年明けてからまたグーって来てるんで、状況を見ながらタイミングを見計らってって形にはなってしまうんですけれども、ね、ただ必ず今後やっていきたいと思っていますんで、ぜひお楽しみにください。で、どうしてもそんなに楽しみください、楽しみにしといてください。あ、そうです、お楽しみください。
もう一回行く。ぜひ楽しみにしていてください。まずは2、30人ぐらいのところから始めていって、まあお寺のキャパ見ながらこうちょっと増やしていったりはしようとは思ってるんですけど、せっかくだからクラウドファンディングいただいてる方から優先的にね、ちょっとこうお誘いしていく形にしようかなというふうには思っております。もう本当に助けられたね、2021年はね、クラウドファンの方々に助けられたので、ぜひねちょっと感謝の気持ちをねこうお返ししていきたいと思っておりますんで、これね楽しみにしていてください。クラウドファンディング新たにご協力いただける方、ぜひ、お願いいたします。あとはゆうてらのオフィシャル文房具の販売なんかも今話が進んでおりますんで、こちらも楽しみにしていてください。もうすでにメーカーと話はつけてありますから。そうなんです。そうなんです。メーカーがねやっぱね森鉄ブランドでね3社手を挙げましたよ。そうそんな何全然知らなかったんだけど。あ、そうなんですねいろんな会社にどうすかって言ったってこと。そうそういうとこを動画にしないと、仕事できる1割。あ、そう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 。どうしても僕のやる気とテンポの問題でなかなかこう話がストップしながらちょっとずつ前に進んでる感じになっちゃうんですけど、もうねちょっとこう話を進めていきますんで、ぜひねお待ちください。そして3つ目、これもね今年力入れていきたいのお仕事で、ベーシスですよ。ああ、はいはい。ベーシスにはちょっと僕もねこう内側に入ってベーシスを売り出していきますんで、もう松原さんとかとも何回もねこう打ち合わせを重ねながら、ベーシスのそのサービス内容っていうのをもうブラッシュアップしていきます。僕はベーシスに対してはすごくこう夢を抱いてるんですね。なんでかというと、僕がやっぱ早稲田合格塾をやってて、第一志望早稲田なんだけど、早稲田に惜しくも手が届かなくって、第二志望第三志望になっちゃう子たちってのもいるわけですよ。でそういった子たちがこう次に自分が試される場っていつかっていうと、今でしょ。違う4年後でしょ。就職活動なんですよね。4年経っちゃった。まあ3年後だけど、就職活動なんですけど、就職活動の場でね、まあちょっと早稲田までは手が届かなかったけれども、まあ、もちろん早稲田に行った人もね受けていただけたらと思うんですけども、例えば TOEIC とかで800とか900とか持ってたりすると、それこそ給料のいい大企業とかになってくるとね、僕の弟なんかも JAL のパイロットですけど、僕が JAL のそうもうそれでいいよTOEIC は確かね750以上とかじゃないともう進級できなかったりとか、大学時代、ああ大学ね、そう、はいはい、学生時代の頃からもうオーストラリアで飛行訓練とかやってるんで、そうだからオーストラリアとかで TOEIC とか受けさせられるんですよ。へえ。給与のいい大企業とかになってくると TOEIC の点数でも足切りがあったりするわけで、はいはいはい、そういったこともあったりするわけですから、まあ、やっぱりこのベーシスを通してうちから受かっていった子、惜しくも一歩届かなかった子とかに次なる武器を与えてあげられる場になるんじゃないかと思って、そういうこう僕の中には僕なりの夢がすごくあって、でちょっとこう松原さんにお願いして関わらせていただけることになって、ですごく松原さんもこういい方で、あもうぜひぜひみたいな感じでねっていうことなので、すごくこの2022年このベーシスは素晴らしいビジネスにして、本当、まあ、森田先生がこう関わってるわけですから、やっぱり日本でTOEIC高得点目指そうってなったら、やっぱり1回や2回は必ず通る男だと思うので、やっぱりこの人間が関わってて売れてないっていうのは、僕からするともう理不尽なので、たくさん売っていこうと。こんなにいいものなんですよっていうのね。だからもう最終的には武田塾イングリッシュかベーシスかみたいな、はい、この2択で迷っていただけるぐらいにね素晴らしいねサービスにしていこうと思っていますんで、そういう感じでやっていくと、はい、それが僕の今年の収入になるわけです。あ、そうなんですね。森てっちゃんの収入を俺が稼いでるみたいな私はねどうなっていくのかね詳しいことは知らないんであくまでその何ですか、操り人形ですか。違うわカリキュラムだったりとか、そう広報だったりの人間なんで、ね、まあ内部実務ね、そうね、運営をしてるわけではないので、うん、その辺はやっぱりね仕事のできる人たちに私は任せていくという形になりますので、はい、そしてあ、パーカー作るんじゃなかったですか。そうパーカーは作ります。森鉄オフィシャルパーカーですけど、これは和製号、これは和製号パーカーですけど、まあもうちょっと英語的なデザインチックなやつにして、英語的なデザインチックどういうこと、どういうこと分かんないけど、もう僕のパーカーができるってことですね。そういうことです。だからそれもねこう視聴者の方々の手に入るようにねしていこうかなと、はい、森田先生といったらパーカーのイメージがやっぱり、ね、夏にできるとかやめてくださいね、暑いとか夏でもあんたパーカー着てるでしょうがいやでもちゃんと T シャツになってるよ動画、たまにね、夏はたまにね、じゃあまあそういう感じでやっていくと、はい、それらで私をアメリカに連れてって、うん、何その南ちゃんみたいになってるじゃんそうだったっけ、うん、甲子園に連れてってなかった。そうじゃあ平さんが私を甲子園に連れていくわけなんでだよキャリフォルニアの方に連れて行ってくれると思って、はい、信じていけばいいんですね。はい、そうしてください。私の人生は彼にかかってると思って、ね、今年最悪の運気ですけどね。そうですね、これからも平さんの
ぜひ応援してあげてください。はい、お願いいたします。僕がしっかりしてないと彼は落ちぶれる計算になってますから一人でも這い上がれると思うけど、まあでも一人でも何それ Get wild and tough 古い歌シティハンターね。そうです、ちゃんといけるように頑張っていきますので、あとはもう平さん、はい、力を借りながらやっていきますので、はい、ということでした。はい。